明るい未来を目指し、沖縄らしい SDGs を研究するマンチュラボから暮らしに役立つ県の取り組みをお届けします。人文博士17の目標の中から今日ご紹介するのは、11番の取り組みの一つ、世界の文化遺産および自然遺産の保護保全の努力を強化するのじゃ。というわけで今回のテーマは、奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島の世界自然遺産登録決定、おめでとう。令和3年7月26日ユネスコの世界遺産委員会において、この44を込む 8B が採択されたことを宣言いたします。どうぞ。奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島が世界自然遺産に正式に登録されました。歴史的な瞬間をみんなで分かち合おうと、当日は県内4つの会場で世界自然遺産登録視聴会が行われ、その模様がオンライン配信されました。那覇空港の整備場では、この日を心待ちに応援を続けてきた世界自然遺産推進共同企業体の皆さんが喜びをかみしめました。ほっとしたというのが一つと、登録はゴールではないので、これからも環境保全と地域の活性化と両立に取り組みたいなという決意を持ちました。こちらの世界自然遺産ラッピング機には、対象地域の国頭村、大宜味村、東村、竹富町の小中学生が描いたイラストがラッピングされています。琉球諸島の貴重な生物多様性が評価され、2003年世界自然遺産の候補地に選ばれてから実に18年もの歳月をかけて今回の登録決定に至ったんじゃ。沖縄の貴重な自然は県民の宝から世界中の人たちの宝になったわけですね。今日、沖縄の自然や生物多様性が世界的にも貴重であることが認められ、県民に大きな喜びと誇りをもたらしていただきました。これから県民一丸となって生物多様性を守りつつ、 SDGs の精神にのっとり地域の活性化にも取り組んでまいりたいと考えております。皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。今回の世界自然遺産登録に関する情報や、1000万年以上前に遡る沖縄の自然の歴史など、県や環境省のホームページで紹介されているぞよ。皆さんもぜひ一度ご覧ください。続いて県からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例として、生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した方への3ヶ月間の再支給が可能となっています。詳しくはご覧のところまで。9月に社会生活基本調査の準備調査を行います。総務大臣の指定する調査区内にあるすべての世帯へ統計調査員がお伺いします。世帯の皆様の調査へのご理解とご協力をお願いいたします。県では県内中小企業の事業承継を推進するため、経費の一部を補助する令和3年度事業承継推進事業を実施します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせじゃ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼント。みんなのご応募待ってるぞよ。この番組はインターネットでもご覧いただけます。次回も暮らしに役立つ情報をお届けするぞよ。それではまたやー。